皆さんこんにちは、石山です。今回は12連敗中の京都ハンナリーズについて語っていきたいと思います。ハンナリーズはですね、12月22日の琉球ゴールデンキングスとの試合で97対76というスコアで敗戦し、なんとタイトルにもあるように泥沼の12連敗を喫してしまいました。負け始めたのは11月3日の千葉ジェッツ戦です。前の日は1点差で 同じ千葉ジェッツに勝っていたので、その時は1勝1敗という形で、とても調子が悪いという印象は持たなかったんですが、現在約2ヶ月も勝利から遠ざかってしまっている状況です。連敗がスタートする前、千葉ジェッツに勝った時ですね。その時点では8勝3敗という戦績で、西地区では1位でした。今年も京都ハンナリーズは強いとその時点では思っていた方が多いんじゃないでしょうか。 それでは一度過去を振り返ってみます。京都ハンナリーズは昨シーズン西地区3位でした。最終盤失速してしまい、名古屋ダイヤモンドトルフィンズとのプレイオフ権をかけた2位争いに敗れる形でシーズンを終了してしまいました。そこから今シーズンの新しいチーム作りとして、中村太地選手や松井慶十郎選手の加入、そして色々あった長吉優也選手の復帰、村上素直選手も帰ってきました。 しかし、今のハンナリーズの状況だけを見ると、チームのオフシーズンはマイナスの方向に向いてしまったのではないかなと思います。というのも、まず一番大きいのが伊藤達也選手の対談です。これは完全に僕個人の意見なのですが、伊藤達也選手はかなりポテンシャルのある選手です。しかし、ハンナリーズの特性上、マブンガ選手がポイントガード的な役割にもあるので、伊藤選手が自分の力を発揮しきれていないと感じ、 速攻が得意な天日ヘッドコーチ率いる大阪エベスタに移籍したのではないかなと思います。エベスタでは伊藤選手の活躍は皆さんご存知の通りだと思います。次に岡田祐介選手の怪我とその手術です。ハンナリーズのシューターといえば岡田選手というところがあったので、彼が本調子でないところはハンナリーズも苦しいところがあると思います。次にハンナリーズの問題点を探っていきます。 まず、第一に、チーム全体でボールが回っていないということです。このことの何が悪いかというと、相手チームは攻めてくるところが分かりやすくなって、この前の琉球戦でも見られた、マブンガ選手とサイモン選手がボールを持った時に、ダブルチームがしやすくなります。そして、マブンガ選手とサイモン選手のドライブに対して、ヘルプの対応であったり、カバーダウンがしやすくなります。それによって、どうしても、ハンナリーズのターンオーバーが増えてしまい、 負けててしままう展開になっています次にドライブで打開できる選手が日本人選手にいないということです。これが一番の問題で全ての元凶な気がします。どうしてもショットクロックが迫ってくると2人の外国籍選手に頼るしかなくなってきてしまいます。もちろん合わせからのスリーポイントシュートは素晴らしいものを持っているのですがそれだけでは勝者物足りないというところでしょうか。そして若い選手が少ないことは厳しい状況を打開するには 今後に期待が持ちにくいという点の一つなのではないでしょうか若い選手の伸びに期待するというとポイントガードの中村太一選手になってくるのですがどうしてもさっき言ったようにハンナリーズはマブンガ選手がポイントガード的な役割を担っているのでその役割を奪うくらい成長できれば可能性は見えてくると思います最後の問題点としてマブンガ選手のディフェンスの意識ですこれはマブンガ選手がファールトラブルになってしまうと どうしてもハンナリーズのオフェンスが停滞してしまうので、ファールしないでおこうという意識が大きくなってしまった結果、ディフェンスが弱くなってしまい、ハンナリーズ全体での失点が多くなっています。それが結果にも現れていて、B118 チーム中、c ホースミカワについての平均失点が82.9点となってしまっています。ディフェンスの改善は確実に必要になってくると思います。これまでマイナスな面ばかり話してきましたが、 最初の方は勝てていたので、もう一度波に乗れば、また盛り返せそうな気はします。そのキーマンとしては、中村太一選手と岡田祐介選手です。中村選手がゲームをコントロールすることができるようになれば、まあ、文賀選手とサイモン選手の負担が軽減できます。そして、岡田選手の調子が上がってくれば、今、化け物みたいな活躍で、スリーポイント確率1位と、フリースロー確率2位の松井選手の負担も減らせて、ウィンウィンになると思います。 最後に、毎年残留争いをし、残留力とかいう謎の単語を生み出したシガ・レイクスターズファンの僕から言わせてもらうと、ハンナリーズファンの皆さんは、シュートが入ったり、好きな選手が活躍していることを喜んでいると、割と負けまくっていてもメンタルは保てます。初戦バスケなので、勝てることもあったら負けることもあります。気楽に応援しましょう。今回は以上となります。 この動画がいいかもと思った方はぜひチャンネル登録・高評価お願いします。それは違うだろうと思った方はぜひコメントにお願いします。ツイッターのフォローもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。